はい、どうも皆さんこんばんは、わしでございます。それでは前回の続きやっていきたいと思います。前回のは何でしたっけ、これを投げて、そうやろうと思ってたんだ。はい、じゃあちょっと一旦セーブしてからやってみましょうか。はいはい、OK、 せーの、よっ、うそーん。これもダメか。じゃあどうすんだろうな。ちょっと離れたところから投げてみるとか、こんな感じ。やばいな、もうなんか、あ、やべえ、なんか食わないとまずい、なんか食わないと、なんか食わないと、てかみんなまずいっすね、よく見たら。みんな腹減ってるよ。よっと、しばらく食料の心配するの忘れてたな。はい、と、オッケー。まあ多分こんだけで大丈夫でしょう。どうすっかな。とりあえず手当次第投げてみる。これは1マス向こう側に落ちるから、これはダメだな。じゃあこれは奥まで行ってしまう。3キロ相当じゃないとダメかな。ダメだ、これも投げちゃう、簡単に投げれちゃうな。彼女だったらどうだ、よっ、これもダメか、彼女ってでもダメ。物の投げる威力っていう、威力っていうか飛距離か、飛距離はその人の忍者レベルが問われます。忍者レベルが上がると物を投げると遠くまで投げれるって感じになりますね。多分忍者レベルが一番低いのは彼女なんだけど、何を投げたらいいのかわからん。剣とか、剣さっき試したしな、ダメだよねこれじゃ。てか改めて見るとデザインかっこいいなこれ、やっぱ。僕はこういう剣大好きです。うん、まあそれはさておき、これ下に降りたらどうなっちゃうんだろうな。ちょっと一旦降りてみますか。じゃあここはどこ、どこだここ。とりあえず物回収しに来たけど、よいしょよいしょ。ここどこだ、わかんねえ。ここはどこ、ここはどこ、どこに降りてきたんだ僕は。ここ、わかったかもしれない。なるほど、あそこに降りてきたのか。ずいぶん面倒なところに落ちてきたね。はい、ここですね。なるほどね。はい、なんか案外近場だったからよかった。はい。はい、さてどうしようか。いてて、首が痛い。なんかいいものないかな。これどれくらい距離いった、1マス、2マス分いったか。じゃあこれかな、これならいけるかな。よっ、おっ、やった、ドピシャー。よっしゃやったね。じゃあ代わりのものなんか置いときましょうか、いらないもの。よっと、はい、
多分これでクリアですね。はい、よかった、やっとクリアできた。これは炎の剣ですね。ファイアボールが打てる、懐かしい。はい、おおお、これは火の装備じゃないですか。おお、いいもの手に入れた、やった。どうしようかな。ミスリの道具買ったけど無駄になっちゃいそうだな。はい、じゃあ行きましょうか。あー、よかったよかった、クリアできた。なかなか手間取らせてくれますね、さすがダンジョンマスター。で、あとはこのワープゾーンの先を行っちゃえば、はい、クリア。はい、よかった。やっぱここにファイアボール当てろってことだったんですよね。はい、じゃあ続きやっていきます。広いな。なんか扉ありましたね。はい、これですね。これはですね、前作のダンジョンマスターで、こんな感じにあって、で、ここにですね、ヒントがありました。叩き割れ。ってありましたね。あの、近くに斧が落ちてまして、で、その斧で叩き割ると。そんな感じでしたね。はい。じゃあ、その通りやっていきたいと思います。あ、痛い、首が痛い。よいしょ。ちょっとごめんなさいね。よし。なんて書いてあったっけな。そう、閉ざされた扉。だがしかし諦めるなって書いてありましたね。はい。で、斧を装備して、で、剣で叩き寄ると。はい、こんな感じですね。懐かしい。泉と？あ、おお、火の装備一式あるんだ。おお、すごいすごい。で、重いんだよね、これ。足がない。なぜ足だけ置かない。これですかね。はいっと、おお、当たった。おお、夢に見た装備がついに。シードゲスト4コンプリーツザキャスティルファイアーアーマーハズビーンファウンド。ふん、まあ、よくわかんないけど、はい、まあ、こんな感じでしょうね。はい、やったね。特に叩き合っても意味はないと思うんだけども、何のために存在したんだろう。おお、すげえ、なんかもうすげえ燃え下がってる。すごいっすね、ダンジョンマスター2。すごいな、本当にエフェクトが。今まで装備したらなんかこういう風に燃え下がるとかいうやつはダンジョンマスターにはなかったんですね。じゃあ、この上行ってみましょう。その前にセーブ。はい、OK。じゃあとりあえず今回はここまでってことにしておきますね。ああ、そうそう。今日は2月14日です。バレンタインデーですね。はい、チョコはみんなもらえたでしょうかね。僕は彼女なんていませんので。まあ、そのことはさておき。はい、じゃあ、次のパートに持っていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。マシでした。